国立国会図書館東京の蔵書検索で米沢市出身の建築家伊藤忠太の著書を探してみた伊藤が残した著作のうち多くがデジタル化されており琉球建築文化法隆寺などをパソコン上で直ちに閲覧できる国会図書館は今年5月デジタル化した資料をネット上で閲覧できるサービスを始めた 公開しているのは、絶版本など入手困難な書籍や資料である。古い雑誌も多く、当時の世相を知る上で興味深い。利用者登録を済ませれば、それらを手元の端末で読み込めるようになる。デジタル化を終えた資料は、今年8月時点で約311万点。 2025年度までの5年間で蔵書100万冊以上のデジタル化を推し進める計画だという膨大な数だけに作業は害虫に頼る部分が大きいその一翼を県内の障害者らが担って奮闘していると先日本氏が伝えた全国8カ所の作業所が業務を受託した 山形県コロニー協会では利用者と職員が力を合わせ60万コマのデジタル化に取り組む「知的資源を未来に残す仕事は粘り強さが必要とされよう」「一冊を終えると達成感がある」「利用者の言葉から誇りと働きがいが伝わってくる」